東競輪場の共同通信社杯、26日に初日を終えました。静岡勢片寄せ勇気と、田中貴彦大まくりを見せて、大穴を開ける。ちょっと地元は、まあ、3人のうち日田水人は少し6着で、まあ、かろうじての勝ち上がりだったんですけれども、地元勢が奮起するなどまだ若手が頑張り、2段掛けが多かったんですけど、非常に気持ちのこもった走りをして、存在をアピールしているというレースが多く見受けられました。その中でも番手回りだった深谷智弘、また村上義弘に前を回され、稲垣宏行が西谷貴文の発進を力強く番手まくりして、最終レースは京都ワンツー、平原幸太の安定感など、初日は非常にもう熱戦繰り上げられておりました。2日目は、二次予選 A と B、 A が3個 B が4個という形で、行われます。二次予選の予想をしていきます。二次予選 B は6、7、8、9と4個のレースで行われます。そのうちの最後9レース、並びですが、6番2番阿部力也に佐藤慎太郎、金子隆に渡辺トム、1番5番、3、7、9は小野正義に林雄一、高木隆弘の難関、8番の山中隆夫と、4番小林大輔は短期戦になりました。狙いは書いている通り6前前阿部力也、これから何度も何度も、ビッグレース大きな大会穴を開けてくれる穴と期待の星と言っていいでしょう。ちょっと昨年のヤンググランプリも狙ったんですけれども、阿部力也、そろそろ大爆発、金子隆一番車にいてグランプリ王者目立つならここしかないというところですね。阿部力也内外突っ込み、まあ、まあ基本はまくりなんですけれども、どんな状況であれ突っ込んで頭狙い、阿部力也をあなたの期待で狙いたいと思います。二次予選 A は10、11、12の参考レースになります。12レース最終レースですが、2番、4番、平原幸太に木暮康義、7番、9番、牛山貴弘に神山雄一郎、関東は別戦になりました。6番、8番は地元勢初日に穴を開けた片寄せ勇気が前で田中貴彦が番手、3番、5番、1番、3番、松岡隆久、5番、村上義弘、1番、新田雄大、これら3者はもうお互い全員で自力、短期自力になりました。大激戦なんですけれども、平原の安定感は抜けている。初日足を使いながらのまくりで上がりタイムが9秒に、こんなに強いのかと思わせる、素晴らしい走りでした。全身から湧き出る力、平原がここも、まあ、逃げるのはやっぱり片寄せ勇気なのかなというところですけれども、先行も含めた走りで、新田、松岡、村上襲いかかってくるんですけれども、番手の木暮をしっかり追走、2番4番からの折り返し、平原の安定感を買って、最終レース本命決着かなと予想します。二次予選なんですが、 A は5着まで、B だと3着までが、準決勝に進めるという構成になっています。準決勝から、番組は手動というか自動番組ではなく組むことになります。どのような選手が準決勝に勝ち上がってくるのか、この1次予選を終え2次予選非常に楽しみですね。11レースに出てくるのが深谷智弘に最近連携が多いんですよ。成田和也、3番手伏見俊明という豪華ラインもできています。ここも非常に脇本豊がいて見応えがあるなというのがこの11レース楽しみだなというのがあります。車検は九州で狙ってもいいかなというところもありますけれども、やっぱり深谷成田ここを決めるかな、そして最終の12レースで平原がまた決めてくれるんじゃないかな、2日目はそのような形で、追っていきたいと思います。